今回はシルバニアサイズのミニチュアミシン作り対決をやっていきます。まずは妹のフラワーから作っていきます。フラワーは紙粘土で作ってるの？うん、紙粘土で作ってるよ。友達だからね。あ、紙粘土がね。うん、絶対勝つからね。オッケーオッケー。でもなんかさすが形は綺麗だよね、ほんと。何その大きさ以外みたいな見方。アクリル絵の具いいよね。うん、アクリル絵の具はね、いいよね。めっちゃティーピン使ってるじゃん。ティーピンめっちゃいいよね。だってティーピンさ、なんか一個入れるだけでもさ、あ、ツルツルしてない？ああ、金属っぽい感じが出るよね。そうそう。ああ、このレバー動くのよりもいいよ。え、そうなの？うん、すごい。で、私さ、全然動く部分考えてないんだけど。勝ちだな、これ。これは本体かな。そうだね。それこれ本体。ね、自分でもよくわかってる。うん、とね、机の部分を作ってます。実はこれなんかボンドが足りないから研究的にちっちゃいボンド使ってたんだよね。そうそう、なんかね、昔学校でもらったやつを筆もめっちゃ切ったいや、それよりも、うん、あの、うん、カッターマットの方が汚い。カッターマットの方が汚い、うん、これは引き出しを作ってます。これは厚紙だよね。そう、これは厚紙。と、色を塗ってきます。これ線にめっちゃついてムカムカするよね。ムカムカ、もう取れないもん。ムカムカする。あー、フラワーあるあるだ、これ絶対つくやつ。ミシンと本体を接続します。これは糸の部分だよね。このビーズに入れるっていうアイディアがすごい。すごいでしょこれ。うん、思う。絶対さ、切った先どっか行くもん。わかる、それ。いや、私さ、見つけれん時ある。いや、もう掃除の時に出てくるから。ああ、掃除の時も出てこないんだけど。まあ1年に1回は掃除の時しか出てこないけどね。これは足の部分？うん。とこれもモカチャで塗ります。これは足と本体の接続。そう、接続します。これめっちゃつけるのにさ、近かったんだよね。じゃあ動画の後も永遠に、そうそうそう、下に下に落ち続けて、うん、完成しました。次はハーフムーンが作っていきます。もう私が本当に苦労したのはこの形を作る部分。汚い。このサドルなんか動きそう。動かないんですよ。この金の文字かわいいね。うん、なんかもうちょっとうまく描きたかったなと思う。ちょっと雑だな。痛そう。そのうちハサミ壊れるわ。これ何で作ってるの？これはプラスチックの板を今回から使ってます。あのプラモデル用のプラ板が100均に売ってたから、ちょっと初めて使ってみた。なんで穴を開けるじゃん。後からあの糸がね、通るようになるんだよね。これ
はアクリル絵の具で塗ってます。ぬかちゃんだと思った。わかりにくいけどちょっとヤスリをかけて古びた感じを出してる、ね、もう全然わかんない。全然わかんない。で本体と接続です。足を作っていきます。これ木製マドラーだけで作ったんだっけ。うん、全部木製マドラーだよ、この足は、うん、針金を曲げてディナールにしてます。かわいいね、この模様をなんかくるくる2個みたいな。いや、私この模様しか作れないんだって。うん、わかる。全部この作品、なんかそう、私の作品は全部この模様になってる。これしか作れないの、ちょっと残念だけど。で、色を塗っていきます。これもアクリル絵の具？これもアクリル絵の具だね。で、本体と接続です。おしゃれだね、めっちゃ。ありがとう。これは下の部分につける部品を作ってます。そう、ここにつけるんだよね。なんかハーフムーンみたい。え、どういうこと？これはふみふみするとこかな。そうそうそう、足でふみふみする場所。おふみふみしか分からない。ふむだけで終わりそう。なんていうの。ふむところ。これは何作ってんの？ちょっとよく分かってないんだけど、自分でも、うん、歯車みたいな部分を作ってます。なんか間抜けな歯車だね。失礼な。接続した後に何回も落ちてるんだよね、うん、もうこれあるあるだもん。めっちゃもう腹立って仕方なかったから。で、これでさっき開けた穴に糸が通った。あー、かわいい。これで完成かな。完成したので2人のミシンを見ていきます。おお。これはフラワーのミシンですね。はい。どうですか、感想は。そう、レバーのとこ、ここレバーのところを頑張りました。ここすごいよね、ほんと。なんか揺れ揺れだけど、次ハーフムーンです。いや、私はね、下の部分を頑張った、うん、ミシンより、うん、なんか上の部分ダメだね。失礼な。いや、ほら、引き出し上手くない？フラワーより。え？まあ確かにプラスチックっていう素材使ってるから。ということで、バイバーイ。バイバーイ。